日本放送協会 NHK の放送派、国内向け放送、NHK のテレビ放送 NHKBS、NHKBS プレミアム NHKBS、プレミアムは、2011年4月から日本放送協会が放送している、衛生機関放送の一種別のテレビジョン放送で、国内放送でもある。略称は、BSP、新 NHKBS においては、 新 NHKBS1 に付随するサブサービスとして位置づけられている。リモコンキー ID は3。1984年5月1チャンネルで試験放送が開始された NHK 衛星放送は1985年12月以降アナログ地上波放送の難視聴対策を目的として2チャンネルで放送された。当初は 旧衛星第一テレビ放送が総合テレビ、旧衛星第二テレビ放送が教育テレビの同時、実差放送だったが、1987年7月から衛星放送の編成見直しに伴い、QBS1 が独自の編成となったため、QBS2 は総合、教育の混合編成を軸としていた。その後、1989年6月の本、放送開始以後は、 チャンネルの分担を明確なものにするため、ニュースとスポーツは QBS1、エンターテインメント、文化番組は QBS2 が受け負うという形を取った。その後2000年12月からハイビジョン推進協会からチャンネルを引き継いだ NHK ハイビジョン放送が開局。当初はハイビジョン普及のために地上波や BS1 にとの同時、または 自差放送を含め総合編成としたが、2007年1月、以後は主に文化、エンターテインメントの番組を中心にした編成とした。2008年に、総務省が2011年7月のデジタル放送完全統合化を念頭に置いた、NHK の衛星放送の保有チャンネル数のあり方に関する研究会の議論を受けて、衛星放送の再整理、統合を行う方針を決め、 BS2 と武士を統合する方針を固める。これを受けて2010年は BS2 と武士の連携で文化、エンターテインメント番組の強化を図り統合へ向けた準備を展開。2011年3月31日24時の放送終了をもって旧 BS2 と武士の放送は廃止となった。そして2011年4月1日6時の放送開始。 BS プレミアムキックオフスペシャルのオープニング特番から旧武士の BS1-03 を引き継いで新しい衛星ハイビジョンチャンネル NHKBS プレミアムとして新開局を果たした。BS プレミアムは旧 b s 2部士で行った文化・エンターテインメント番組をより強化し連続テレビ小説と大河ドラマの先行時差放送を除き原則として BS のオリジナルコンテンツを多数放送していく。ロゴマークはプレミアムの頭文字 P をモチーフにしており、BS1 と同じくハッピーハッピーのコータに初めが制作した。キャッチコピーは見るべきテレビがある。BS で会いましょう。BS プレミアムは BS3 チャンネル、BS 押すと贅沢な時間が始まります。2018年5月現在はその毎日に bs をしましょう。が使用されている。NHK の放送派でプレミアムの名称がつくチャンネルはその他にも、在外日本人向けの NHK ワールドプレミアムがある。こちらは、娯楽、教養だけでなく、ニュース、情報番組、スポーツ中継も編成され、有料放送、無料放送が混在する日本向け放送番組を中心とした。 放送衛星を使った世界で放送される日本語放送専門のテレビチャンネルであるがワールドプレミアムでも BS プレミアムの一部番組が放送されている。ちなみに旧三波体制の時に BS2 で行っていた報道番組は原則放送しない。ただし国内で巨大地震、津波等の大規模災害が発生した場合の緊急有事が生じた場合は総合形の 各チャンネル共通の緊急放送を流す場合や、原点の原状項が崩御した場合に一部コンテンツが自粛になる場合もある。なお、速報テロップは原則として地震情報と緊急地震速報のみで表示を行い、NHK ニュース速報の速報テロップ表示は2013年8月30日から運用された特別警報の速報テロップのみ表示され、 それ以外の一般ニュースの速報テロップは原則として行われない。また、BS シネマの一部作品など、画面アスペクト比4、3の番組が放送される際、4、3テレビを使用している場合は、自動的に4、3サイズに拡大される画角の負荷が行われている。2019年12月13日、総務省の有識者検討会で配布された NHK の資料によれば、 2経営生放送の BS1BS BS プレミアムを一つのチャンネルに統合し、4K、8K と合わせた3チャンネル体制への再編成を目指す方針を発表した。具体的な案は2020年度内に策定するとしている。2021年1月13日、2021年度から3カ年の経営計画が決定し、2023年度を 目途に BS1BS BS プレミアムの2波を1波へ整理、削減する方向で検討を進めている。地で自難し世帯対策放送は行われない。放送開始にあたっては、新たに BS プレミアムで取り扱う7つのジャンルが明確に定められ、編成は以下に示す7つのジャンルに基づいて行われることになった。7ジャンルについては、 より質の高いものを提供するという方針も示されたことから同じジャンルの中でも一部カテゴリーについては扱わないとされ問題となった。特にそれが顕著となったのは最後のシアターで放送開始当初日本国内の商業演劇については扱われなかったばかりか地上波でも日本国内の現代演劇を扱う番組が姿を消したことからこれに反発する。 演劇団体が NHK に公開質問状を出す事態となった。さらに、衛星放送開始当初から編成されてきた NHK 紅白歌合戦は、並別の住み分けを強化する NHK の基本方針によりアナログ放送終了と伴いに、衛星放送での放送が一旦打ち切られたことが番組公式サイトなどで明らかにされた。二千十八年十二月から開局した。 スーパーハイビジョン放送で再開している。毎日5時を起点とした24時間放送である。ただし、年数回、主に午前3時台の数十分程度、放送設備点検が生じるため、放送休止となる時がある。2011年4月の開局当初から、データ放送を使った、双方向番組の一環として、BS ドラマイル、BS キッズマイルというサービスを開始した。 2014年4月からはこれを統合して BS マイルと改めている。NHKBS プレミアムで放送される指定された番組を一定時間視聴することでポイントを獲得し、その獲得点数に応じて番組関連グッズへの交換や公開性放送、収録番組への参加申し込みが可能となっている。マイル付与対象作品は、 番組冒頭で BS マイル対象と書かれた字幕が表示されていた。マイル付与サービスは2016年をもって終了した。当初はドラマおよびアニメなど自動向け番組が対象であったが BS マイルと改められてからはバラエティ、ドキュメンタリー番組なども対象となっている。またこれとは別で NHK ネットクラブ会員限定のサービスもある。 2011年9月30日まで2011年10月1日から2011年11月14日まで BS1 と NHK の衛星放送全体のキャッチコピーとしてはこれ以後も使用 BS プレミアム単独のキャッチコピー2011年11月15日 BS で会いましょうと併用なお BS で会いましょうのバージョンにおける 番組案内スポットでは NHKBS の番組にゆかりのある出演者が BS1、BSP BS のロゴをバックにそのフレーズを述べるバージョンが使われている。また2013年春季会編では AKB48 と地方の系列ユニットから選抜されたメンバーによる特別ユニット NHKBS 選抜 AKB48 チーム BS を結成した特別バージョン。 あなたは、誰推し。私は、BS 推し。なフレーズも使用している。俳優の大泉洋を起用。その毎日に、BS をしましょ。う。NHK オンライン女優の吉田洋を起用。ただし、2012年12月12日の北朝鮮のミサイル発射関連のニュースでは、BS プレミアムでも、NHK ニュース速報の速報テロップが表示された。 なお仲間は2011年3月31日、または4月1日付新聞広告やポスターにも起用されたほか、BS プレミアムの番組案内スポットのアイキャッチにも登場している。BS、リモコンキー ID の略称は民放キー局 KBS でも BS4 のみ。独立 KBS のルブは2015年10月より、BS1 にルブの名称使用を開始。ただ、 NHK オンラインで使用されている BS プレミアムのロゴマークは変更前のロゴマークのまま映像にスーパーインポーズする従来の方式とは異なり受信機側の機能で表示されるこれにより録画再生時にテロップを非表示にすることができる緊急地震速報、津波情報など図形情報を含む速報テロップや緊急地震速報発表時の地震情報のテロップは 従来通りスーパーインポーズにより行われる。また、リアルタイム視聴時においては、受信機側の設定に関わらず、非表示にすることができない。104CH が使用されるのは、緊急度が高いニュースが発生した時などである。そのため、沖縄県域局はこれまで視聴できなかったが、地上デジタル放送では2011年7月に、 海底光ケーブルを通じた中継局の設置により解消。ハッピーハッピーロゴス。ハッピーハッピー。2016年2月5日閲覧。ABC、NHK、BS1 とプレミアム統合へ。産経ニュース。2019年12月14日閲覧。ABC、NHK の BS、ハイビジョンを 1CH に。 削減 2K4K8K の3波に読売新聞オンライン2019年12月14日閲覧 ABCNHKBS1 と BS プレミアムを統合ネット上時同時配信で見直し迫られ毎日新聞2019年12月14日閲覧 NHKBS は2023年度ラジオは2025年度に チャンネル数削減へ。ファイオレウェブ。2021年1月16日閲覧。NHK 舞台中継番組終了に関して、公開質問上、社団法人日本劇団協議会 FC にブログ。2011年10月10日閲覧。AB、BS デジタル放送の受信について地上。BS デジタル放送ガイド。日本放送協会。2016年2月5日。閲覧。 BS ネットサービス日本放送協会2016年2月5日閲覧ありがとうございます。